こんにちは。ゆっくりロジャーです。こんにちは。ゆっくりラサです。ゆっくりテニスチャンネルへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。初めての人もありがとうございます。たくさんコメントやいいねをいただいて励みになっています。本当だね。なんとなくだが当チャンネルの視聴者にはメドベージェフファンが多い気がするんだ。ほう。メドベージェフの2回目の動画を作ってほしいという嬉しいコメントもいただいたよ。捏造だ、そんなコメントじゃなかったよ。そうだったかな。メドベが何かの隠語に聞こえてくるからやめなさい。メドベージェフは中毒性があるからな。なんか刺激があるっていうか。まだ言うか。私がメドベージェフが好きなのには理由があって。彼は今のテニス界で誰にも似ていない異質なプレイスタイルを持つ選手。そんな彼を通してテニスを見ることで、常識と思われている一つの視点からだけでは見えてこないテニスのまた違った姿が見えてくるのではと考えているからなんだ。おっと、もっともらしいことを。というわけで今回はメドベージェフのフォアハンドについてより深く解説していくよ。よ。果たして彼のフォアハンドは異端なのか、あるいは革新なのか。ワクワク。以前のメドベージェフの動画でも解説したのだが、実は彼のグリップは薄く、イースタングリップだろうと見ている。そうだったね。さてなぜメドベージェフのグリップが厚いと捉えてしまう人が多いかだが、それは現代のテニス界で誰にも似ていないと言っていいこのスイングのせいだろう。大きく高くラケットを引き、打点は後ろに取り、フォロースルーは小さく首に巻きつくようだ。同じイースタングリップのフェデラーとの比較だが、随分違うだろう。全然違うねー。しかし私はメドベージェフのフォアハンドを見ていると誰かに似てる覚えがあるのだ。誰だったかなー。誰だろう。そうだ、シテフィ・グラフだ。ちょっとロジャーまずいよ、高貴な女王とメドベージェフを並べるなんて。人を下手者みたいに言うなー。先入観を捨ててよく見てみるんだ。イースタングリップ。大きく高くラケットを引き。打点は後ろ目。フォロースルーはコンパクト。グラフの方が打点もテイクバックも少し前だろうか。フォロースルーは首に巻きつけず頭上に振り上げるような形でディティールに違いはあるが共通する点は多いだろう。あれ、ほんとだ。現代テニスの中で異質に見えるメドベージェフのフォアハンドだが、実は海外ではなんかオールドスクールじゃね？つまり昔風じゃないか？なんてことも言われていたりするんだ。へえ。なぜ二人のフォームが似るかというと、それは両者ともスイングの力をボールを飛ばすことに注ぐという目的が共通しているからなんだ。ははあ。現代テニス、特に男子テニスではグラフの時代よりももっとトップスピンが求められてきた。しかしその常識を打ち破りメドベージェフはフラット系のフォアハンドで戦うことを選んでいる。彼のプレイスタイルや戦術面については前回のメドベージェフの動画を見てね。なのでメドベージェフはそもそもスピンをかけたくないのだ。それを前提に見ると彼のフォームが理にかなったものなのが分かってくる。スピンをかけたければ打点を前に取るものだが、メドベージェフにとってはそれではスピンがかかってしまう、といったところだ。かかってしまうかー。なので打点を後ろ目に取る。そして後方の打点に十分加速できるようにラケットを引くのでテイクバックは大きく見える。ラケットを低く構えてしまうとこれまたスピンがかかってしまうので高く構える。そして打点が後ろなのでフォロースルーは小さく見えるというわけなんだ。スピンを抑えてスイングの力をボールに伝える目的には理にかなっているんだね。そうなんだ。そして以前に紹介した名コーチ、ムラトグルーさんの教えと照らし合わせてもメドベージェフのフォームは良いストロークの条件を満たしている。手は見事に加速している。手首の遅れ、リストラグが起きていることからも彼の腕が脱力していることがわかるね。インパクトに向けてラケットが加速していくのがわかるね。そしてウェイトトランスファー。体はしっかり打球方向に入り。フォロースルーは一見小さいようだが肩がしっかり前に入りフィニッシュしている。ただ一つスピンをかけるという点は当てはまらないね。またこのように打点に視線を残すこともムラトグルーさんは大切だと言っているよ。ふむ、大事なところは抑えているんだね。そうなんだ。こうやって見ていくとメドベージェフのフォアハンドが決しておかしなものではないと思えてこないだろうか。ははあ。現代的なフォームは過去のものよりも進化していてあらゆる点で優れていると思っている人もいるかもしれない。しかし私はそれぞれのスタイルに合わせた適応をしてきただけで決して昔のフォームが劣るものではないと思うんだ。メドベージェフの活躍はそれを証明していると言えないだろうか。ふむふむ。メドベージェフほどではないが後方からラケットを振り出しよりボールの威力を求める選手も増えてきたように感じる。将来的にまたトレンドが一周してよりボールスピードを求めたフォームが有効する可能性もあるかもしれないよ。ほほう。ところで当チャンネルは秘密裏に1枚の写真を入手した。ググっただけです。これは若かりしメドベージェフの写真だそうだ。あら、初々しいね。見た感じ10代前半か半ばくらいだろうか。注目してほしいのはグリップだ。明らかに現在よりグリップが厚い。お、確かにそう見えるね。指のかかる位置がだいぶ違うね。ほんとだ。プロテニス選手には2種類いる。
体の成長に合わせてグリップを変える選手と変えない選手だ。ははあ。キリオスは体の大きさの割にかなりグリップが厚い。彼なんかは小さい頃からこのグリップでやってきたのだろう。メドベージェフは彼なりに思惑があってグリップを薄く変えた。その理由は本人に聞いてみないとわからないことだが。薄いグリップを選択したことによってメドベージェフにどんなメリットがあったか見ていこう。まず薄いグリップの利点は彼の意図するフラット系のボールを打つのに適している。グリップの厚さイコール回転量ではないけどね。はいはい。そして低いボールに強い。198センチと長身の彼にとってこれは大きい。低いボールを打つメドベージェフを見るとグリップが薄いこととその利点を活かしているのがよくわかる。握りが厚い選手というのはこういう風には低いボールを打てないからね。こっちは同じように大柄だがグリップの厚いキリオスの低いボールの処理だ。ちょっと無理やり感あるね。逆に薄いグリップは高い打点を苦にするものだが何せ彼は背が高い。このシーンも何気なく打っているようだが、仮に身長170センチのシュワルツマンを並べれば彼の打点の高さがわかる。おお。そして薄いグリップはリーチの面で有利だ。手の長いメドベージェフがリーチを活かせばまさに壁のようだし。高いボールにも低いボールにも強く動きも俊敏なメドベージェフはコートを立体的にカバーすることができるんだ。これは相手もどこに打てばいいかわからなくなるね。背の高いメドベージェフだからできることだが。彼の能力とショットが噛み合って実現したスタイルだね。デメリットがあるとすれば体に近いボールに弱いことだ。薄いグリップだと肘の外側で打つような体勢になるため、厚いグリップのようには腕を畳めない。なるほど。これは薄いグリップの選手なら誰でもそうなのだがなんせメドベージェフは腕が長い。こんな風にボールが近くに来てしまうと距離を取るのに必死だ。おお、これは偉いこっちゃ。偉いこっちゃ。ただ彼の名誉のために言っておくとこれはサービスリターンだからね。メドベージェフが極端に後方の位置からリターンするのは彼のリーチと守備力を生かす狙いがあるだろうが。もしかしたらあまり高い位置で反応勝負をしたくないというのもあるかもね。ほほう。まあそれは想像だけどね。ちなみに手首を深く折れば肘を畳めなくもないけど。こうするとリストの機能が使えないし高い打点では面が上を向いてしまうのでおすすめしないよ。へえ。さて今回は以上だよ。いかがだっただろうか。異端と思われているメドベージェフのフォアハンドだが少しでも印象が変わったら嬉しいよ。ぜひコメントで感想を教えてね。それでは。また見てねー。